美容版タイガーファンディング。令和の裏。美容版タイガーファンディング令和の裏です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。記念すべき第1話ということでチャンネルトッシーさんに来ていただきました。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、なんとね5人コンプリートという形になりましたけれども、まず率直な感想をお願いします。本当に嬉しいという気持ちと変わるためにやらないといけないっていうちょっと緊張感と2つです。大丈夫ですか？なんか本当にやれんのかなと思うんですけどねちょっと意外にやんないですよね。頑固な部分垣間見えましたよね。はい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 、いろいろこう話されてる中で、はい、結構素直に本当に変えなきゃと思いました。はい、本当に思いました。本当に小川さんが一番怖かったと言いますかもうめちゃめちゃ被せてきてましたね。愛を感じましたし、はいはい、俺結構牧野さん怖いかなと思ったんですけど、いや牧野さんは結婚相談所の方なので、はい、すごい厳しく見られていていただけるなというふうに思ったんですけど、はい、本当にプロの方なので、はい、結婚って当たり前ですけど下手すると人生終わりますからね。逆にすればいいと思うんじゃないですかね、はい、だってしてからの方が長いんでスタートですから。そう、みんなすることにばっかフォーカスしてて、はい、その後のこと何も考えてないですけど3分の1が離婚する時代で、はい、してからもその相手をねと長く家庭を築いていけるやっぱスキルが必要ですよね。はい、そうですね。これってスキルですよね。スキルです。はい、はい、ご自身でこうどんなこう婚活だったりとか、はい、これからじゃこんな支援を受けたってなった時に、はい、具体的にこう婚活の一歩目ってどんな風に描かれてますか？自分の中ではドラゴン細井さんがおっしゃっていただいたように結婚を目的にするんじゃなくてその後の長い40年50年の人生を自分と奥様と子供そしてその家族の皆さんみんなが幸せになれるようにスキルを磨いて真摯に向き合っていきたいと思っております。そのスキル のアドバイスとは、はい、我々プロフェッショナルですから、はい、そこはもう全力でやらせていただきお願いします、はい、結局さやっぱね夫婦生活も友人生活も仕事も全部一緒じゃないですか、はい、一緒にいる人が気持ちよく過ごせるようにするだけなんですよね、はい、要は相手の性格とか相手が必要としているものを、ね、ニーズを理解して、はい、そこにちゃんとぶつからないような差し障りのないこう、ね、生活をしていく。お互いね意思をぶつけ合ったらそんなうまくいくわけないんですよね。つばぜり合いが大事なわけじゃないですか、はいはい、結局そういうのって例えば LINE が長くなってしまうとかって、はい、自分のエゴを押し付けてることになるんですよね、はい、そう相手は読みたくないものを送ってるわけじゃないですか、はい、あとはなこんなヒゲもじゃもじゃやったらチューした時痛そうやなって思うじゃないですか、はい、だからそれも相手思いじゃないんですよね、はい、だからそういうところが改善していけばいいですよね。まさにおっしゃる通りですね、うん、そこの女性のニーズだったりとかそこの対応方法は逐一アドバイスさせていただきますのでお願いします、はい、だからどう変わってきたですか？やっぱり見た目は大事ですよね。見た目もそうですけれども多分考え方とか、うん、桑田さんが最後おっしゃっていただいた表参道とかそういうところを歩いて今まで全くなかった意識なので、うん、どちらかといえばその三宮という私が住んでいる繁華街でもたまにちょっとダサめの服で歩いてしまったり、うん、人に見られているというところを意識しきれてない部分もありますので、うんうん、そういう日々のところから変えていかないといけないなというそうですね意識から変えていく、はいはい、今ねだって建設会社で働いてて、はいね、こういうねちょっと、まあ、クローズドなところで働いてるわけじゃないですか、はい、そうですね、まあそのね監査室で働いててもね別に誰かから評価されるわけじゃないですかね、はい、見た目をね、はい、だからどんな見た目でも、まあ、そう仕事は進んでしまうわけじゃないですか、はい、だからそれがこう要は低堕落というかね堕落につながりますよね、はい、だからやっぱり、まあ、例えばですけど毎日相席屋でも何でもいいから女性がいる場所に行くっていうふうに決めるとか、はい、週末は必ず相席屋行って、まあ、トレーニング、はい話すトレーニングとかそういうのいいですよね。めちゃくちゃいいと思います、はい、ちょうどうちの相談所も、はい、異性の担当者がついて、はいまあ、模擬デートみたいなサービスもしてありますんで、はい、そこで模擬デートできるんですか？はい、ズームを通してのもうカフェやラウンジを想定した、はい、会話だったりとか、はい、そういうのも1時間しっかり設けてやってますんで。ああそういうのやってくれるんですね。はい、やってますんで。いやだからそういうのもさ多分そうしどろもどろなんですよ。なんかね、はい、余裕がないというか。どうしたら話面白くなるんですか？やっぱり面白いと思ってもらうのは相手なのでそのお相手のどんな趣味があるとか、はいね、どんな話をしたそうかなとか、はい、もう一つ愚痴でも何でもいいのでまず相手とどんどん聞いてみましょう。どん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 自分じゃなくてまずはそこからだと思います。なんか自分から、ね、こう探り探り言ってるうちになんかうんちくっぽくなったりと か説教じみたりとかしまいます。そういうおっさんめっちゃいますよね。やってしまいます。やりますよね。どうしても僕金融とか野球とか自分の得意な分野を喋、ってしまう癖、悪い癖がどうしてもあるので相手のレベルも大事ですよね。やっぱりね。そうですね。そのためにも相手のレベルを知るためにもまずはどんどん引き出してあげて、はい、相手の会話をどん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 吸収していく方がいいと思います、はい、いやちょっとね伸びしろしかなくて楽しみですね、はい、これね、はい、本当にね1年後にクソモテ男になってる可能性ありますよね。これでご結婚されてたらめちゃくちゃ感動します。
いやしかもねこんななんていうんですか普通に生きてて、はい、この5名の虎に一度にね、はい、会合できることなんてないですから。そうですよね。そう、本当に貴重な機会をいただいて一人一人見つけるのも超大変なレベルのレアポケモンとあってますからね、はいはいはい、そこはぜひこの機会をうまく使っていただいて、はいはい、ということで初回ね、はい、美容版タイガーファンディングね、いやこれうまく再生数伸びてくれると嬉しいんですけどね、皆さんまた今日本当ご協力ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。じゃあトシさん今後も一緒に頑張っていきましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。